It was an unexpected turn. Needing someone who gave my heart the refund. You might have seen this place before. はい、今日はとりあえず走れるようにしたいんで、はい、もうブレーキがスカスカをこいつ直そうと思います。はい、はい、そして前回なかったと言われてた、はい、ブレーキマスターのパーツが、はい、いくらだったんですか？3000何本。おお、よかったですね。聖剣さんまだ出てるみたいですね。はい、ということでやっていきたいと思います。はい、まずはジャッキアップから。そうですね、タイヤをじゃあ全部上げて。そうだね、馬をかけましょうか。はい、まず何が悪いか。そうですね、まあ、現状、はい、こういう状況なんですよ。もうね、こうこの状況なんですよ。すこすこ全然威圧が効いてない、はい、なのでおそらく、はい、どっかから漏れとる。これだけブレーキ踏んでもここも回るってことですね。回り続けるんで、はい、考えられるのはここのマスターが抜けてる。マスターの役目って何なんですか？マスターは踏んだペダルの圧力を一番初めに発生させるとこ、はい、はいはいはい。で、ここの圧力が前と後ろに行くみたいな。これであの中のオイルを送って、オイルを送ると、ピストンで押すと、はい、でそしたらここのブレーキパイプとかブレーキホースを伝って、はい、ここにあるやつを押す、押すと、はい、でグッて広げて止まると。ドラムなんでこう外に広がるんですよね。そうだね、シューが入っとって。だけんここが漏れとるか、はい、上のマスターが漏れとるか、で後ろのマスターが漏れとるか、はい、はたまた全部漏れとるか、まあどっちにしてももう年式は年式でブレーキなんで、はい、まあ、全部やった方がいいだろうなと思います。そうですね、はい、なのでどっからやる？ブレーキをバラすとこからやった方がいいですね。まあちょっと一旦見てみようか。そうですね、見てみようか。これで緩むかどうか。はい、全然緩まん。ちょっとインパクトやってみようか。あ、インパクトのもんだな。さすがインパクト。ただインパクト用ソケットしないと割れるんで気をつけましょう。そうですね、基本的にはダメですね。うん、これ何式か覚えとる？あ、全然覚えてないですね。多分ツーリーディング式だと思う。なんかありましたよね。前側、ここが開くじゃん、はい、こっちも開くじゃん、はい、こう行こうとするのをこう止めるってことか。うん、で逆だったら、はい、逆になるってことだよね。でこっちこっちとこっち開くけん、あで後ろにはほとんど止まらんけど、はいはいはい、前側だけめちゃめちゃ止まるみたい。ああそういうこと。そう、結構ドラムでリアとかに多いのはこれがもう1個だけあって、はい、前側だけんリーディングトレーディング式、はいはいはい、はいはいはい前側にも後ろ側にも均等にかかるやつが多いんだけど、はい、これはもうフロントに履かしてあるけん、はい、だけど2トンとか4トンとかの昔のやつのドラムあるじゃん。あれは多分この方式なんや、フロントは。だと思います。はい、パッド自体はどうですかね。パッドはね、あんまりない。うん、まあ、なんかちび方が違うんですね、やっぱり前に回っとるん で、 そうそうそう、で食い込んでいくけんね。あー、そういうこと、うん、でこれはまあ正直、はい、変えた方がいいね。そうですね、まあ、ちょっと今回部品ないんでまた、うん、一旦は漏れだけ直そうかなと。そうですね、ちょっとここを見てみる。ほんまね、ブレーキっていうのは、はい、やっぱもう要じゃん、車の。そうですね、マジでしっかりしっかりというか、はい、自信がない人はやらんほうがいい。ああ、もうプロに任せて、うん、ここなんかもうトルっぽい。でもすでに、うん、そこはパッキンが、てかピストンだけどね、持っとるね。あ、まさにもうダダに持っとるね、これこれ普通出ないってことですか、めくっても。出ない。多少にじんどるぐらいはいいんだけど、はい、こっちの下はどうかな。あ、まあ出とるね、もうダーダーに出とるね。はははは、これはもう陽光感って感じね。じゃあもうここのフロントブレーキ持ってるのはもう確定なんで、はい、そうですね、まずじゃあもうここからやろうか。これのカップを交換。そうだね、はい、はい、でこれが取れると。あんまないね。あ、もう要交換ですね。要交換だね。これはブレーキ専用ですか？ブレーキ専、ほぼブレーキしか使わんかな。ブレーキクラッチ、はい、まあ舐めにくいってことですね、うん、でなんかまあホースをそのまま買わせれる。そうだね、
待って、ここ舐めっとんだけど。嘘ほんま嘘ブリ舐めっとる。ほんまじゃ今舐めっとんじゃなくて。いやだってもうな舐めて錆びとるもん。入らんもんこれが。そういうこと。うん、どうにか一旦これが入ればね、一旦外せると思うんだけど。入らんね。このままやるって言っても逆だけにきついよね。このプレートを外すって言っても外したらない。プレート外そうか。あ、プレートごと。うん、だけどね、はい、個人的にはね、なんか車の整備の中でブレーキっていうのは、はい、結構面白い分野だと思うよ。好きなんですか。いや意外にね、嫌いじゃない。単純作業なんだけど、はい、なんかね、なんかね、調整とかこうなんかガチってできた時のなんかちょっとした喜びみたいなのがあるよ。やったことある人にしか分からんと思うけど。ディスクとドラムどっちが好きとかあるんですか。やりがいの話ですよ。やりがいは絶対ドラム。絶対だ。だこれの調整でね。ディスクってあんま調整とかないの。まあそうですね、あの部屋抜きさえしてしまえば、あの最後のすらす音とかがやっぱこう神領域があるんですか。そうこの音がジャストみたいな。そうあんまり叩いたら曲がりそうなんよね。うん、あここめちゃめちゃあれ張っとるね、液体ガスケット。どうにか外そう、これ行った方がいいんか。最終的にやりましょうか。じゃあなんでいきなりここでつまずくん。こんなしょっぱなでこいつが舐めとるけんな。まあこれはちょっと、はい、裏が外れんのんでラットが、まあ、あんまりやっちゃいけんのんだけど、叩きましょう工具を。これほんまやらん方がいいです。はい、ただスパナで舐めとんよ。これを使っとると舐めてないんだけど、スパナでやって舐めとるね多分。そんな持ってないですよね、整備する人じゃないと。まあね、けどここいうとこ舐めたらもう大義いけんね、マジで。うーん、いや大義ちょっと伝わらないんでやめてもらっていいですか。伝わるだろ、しんどいんでって。広島弁なんですよ。またコメント欄来るじゃないですか。あれね、入らんね。クニペックスにかけるか、はい、おすすめコードの一番ですね、これクニペックス。これマジ強いけんね。ちょっと待って、本気出すけ。ここちょっととどめを与える可能性もあるけど、ね、これで緩んだらすごくない。すごいですね。うわ、ぶっち閉まっとる。あ、けど緩んだかもしれない。嘘、うま、クニペックスすごいっすね。あ、緩んだわ。お、すげえ。緩んだ普通に緩んだ。マジでそいつ大活躍ですね。いや、こいつあるのとないのと全然違うよ、ほんま。高いけど、はい、これ1万オーバーっすよね。いや、1万オーバーすんかな。行くか行かんかぐらいですか。うん、ちょっとリンク貼っときます。クニペックス。クニペックス。もうそれずっと言ってますもんね、おすすめって。いや、クニペックスは、はい、ほんまに何って言うんだろう、なんか費用対効果というか結構高いんだけど、ニッパーとかも、はい、ずっとつなげ使えるけん。これもだってもう10年選手ですよね。これも10年以上余裕で使っとると思う。あのニッパーも10年使っても歯が飛ばん。困った時のクニペックスよ。え、案件ですか。え、捨てますか。え、捨てます。いや、全然個人的に好きなだけ。いや、個人的に好きなだけ。もうつかみ系はほんま整備しとる人は知っとるよ。ほんまずっと整備しとる人ほどなんかクニペックスをつかみ系は使っとるイメージがある。今めっちゃテンション上がっとる人おるかもしれないですね。あ、これ見て、あ、俺もだっつって。俺もクニペックスだっつって。あ、緩んで緩んで緩んで。大丈夫ですか、この動画の2時間ぐらいになりそうですけど。だって1個目でこんなつまずいてるけどね。OK、これでこいつが、ほんでまたこいつが硬いだろう。固着します。しとるね。お、取れましたね。はい、取れました。取れましたね。まあ向こうが取れたんで一旦こっちも取っていきます。はい、もう割りかしすんなり。そうですね、こっち側は、
なんか整備って多分そういうリカバリーがどこまでできるかの方が多分あ臨機応変に、うん、あまあ普通通りにいかんことがよく起きるじゃん。まあ新品じゃないですもん ね、ネジが折れたとかさ。そうっすよね。プラグが斜めに刺さったとかさ。そんなのあります。いや俺一回やったんよそれ。マジっすか。いや、この舐めたってことですか。いや、斜めにロータリーエンジンで斜めに入っとって、はい、俺はまっすぐ入れたつもりだったよ。ぶち怒られたっすか。ぶち怒られた。ブローしたもん。嘘。ほんまプラグが斜めに入っとせいでブローしたっけ。はぁ、ただ俺はまっすぐ入れとったと思うんだけどね。あと新車の、はい、シグナス、はいはいはいのランクルですか。ランクル、はい、もうシグナスって当時もう 超高級車ですよね。のパワーウィンドウのスイッチの爪を取った。外し方がわからんね。あれ地味に高いですからね。そうなんや。圧線でかそうなんや。意外とねスイッチセットなんでだいたい5000円から1万5000円ぐらいしますからね。あとは一番の多分失敗は、はい、整備工場とかってさ、はい、オイル交換の頻度が高いじゃん。ああそうですね。でオイルを何ドラム缶で買うの、はいはいはい、でそれを入れとくタンクがあるんだけど、ああ廃油をね。あ廃油新品、新油を、はい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 、もう200リッター単位で置いてありますよね。そう200リッターこうやったら出てきて、はい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 、こうやってやるやつが、はい、こうやってやって、はい、閉まってなくて、はい、200リッター出た。ほんまに。嘘。ほんま部長怒られた。俺がなんかどっか行って帰ってきたら、はい、ピットがオイルでぶちまけられてって、はい、お前加減せえよ言って。それは怒られる。それは怒られる。俺でも怒るもん。俺が逆の立場で。それはやばい。だろう。そのエピソードやばい。それがね多分一番の失敗かな。まあ失敗選手なんかいませんからね。まあね。完璧な人なんか。それちょっとおもろいっすね、うん、おもろくないけどね。まあね。まあだけど絶対気をつけなきゃいけないのはほんまブレーキが効かなくなるとか、はい、タイヤが外れるとか、あそういうのでね。そうですよね。ほんまに気をつけた方がいいよね、うん、もうそういうのが起こるって前提でやっぱやらんといけんってことですよ。そうそう、まあだからそれは新米とはいえだってプロとしてやってるわけじゃん。まあそうですね。それですげえ気をつけとるつもりでもやっぱそういう事故って起きるけんさ。やっぱこう家でパッとやろうとしたらこう変に自信ついたりしますもんね。いやそうそう、だけどまあ俺できるみたいな感じで、うん、まあ俺らもそうだけど、はい、ほんまに念には念をっていう感じで。そうですよね。まだ公道走らんのだったらね、まあ自己責任で、うん、だけど公道人に迷惑かかりますからね。公道走るんだったら特に何か適当には絶対せん方がいい。うん、もうここまでやるっていうぐらいまでチェックして。そう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 、なんか2回でも二重チェックでもした方がいいですもんね。した方がいい。ボルトにも筆で色つけてもいいっすよ。いやほんまにね。最近見んやないけど見んすね。だいたい黄色ついてましたね。昔黄色いマークブルついとったのに。ついてましたね。めちゃめちゃ小鳥が鳴いてのどかなんですけど。まあこんな感じで進めていきます。はい、はい、じゃあ、はい、このブレーキのドラムの何て言うんだろう、これピストンじゃない、何て言うんだろうね、ピストンじゃないですかね。ピストンをきれいにしていきたいと思います。はい、きれいというかまあオーバーホールだね。まあ変えるって言ってこの、うん、今回このブッシュですね。カップのブッシュというかカップキットですね。はい、カップとブーツね、はい、をやっていきます。これも単純に変えるだけで OK なんですかね。変えて、まあちょっと中かどうかだね。はい、あまあけど中は比較的まだきれい。そうですね、うん、多分このゴムの劣化でしょうという。ピストンは若干怪しいね、これ。あこれが多分結構何回かやっとんじゃ思うんだけどね。で車検の点検の時はここをちょっとだけめくって、はいはい、漏れてないかとかっていうのを確かめる。あ漏れとったらもう交換、漏れとったら交換。これオーバーホールしとるね。してますよこれ。はい、これで前4つ完了ですね。うん、で洗浄します。はい、汚れがひどい時は、はい、この灯油をつけて洗うと。よく落ちるんですね。よく落ちるね、灯油は。やっぱり
ガソリンじゃダメなんですね。ガソリンにはいいけど、なんかやっぱ、灯油の方がなんかいいような気がするよね。で、はい、一旦ホイールシリンダーとピストンをきれいにしたんですけど、はい、まあ、やっぱり結構年式的に、まあ、ちょっといけるけどちょっと怪しいみたいな、なんか段付き摩耗っぽい感じになってますね。なのでちょっとこれを鳴らそうと思います、はい、でこれは結構マニュアル的にも多分こうガタガタ交換っていうのが基本だと思うけん、 あんまり真似せん方がいいと思うけど、はい、僕一応教わったのは、はい、その多少ならいけると。おー、剣まで剣まで、はい、ホーニングする場合もあると思う、なんか普通の砥石みたいなんで。あー、で、ポイントは基本あんま真似してほしくないけど、はい、どうしてもやるときは僕教わったのはこうは絶対やるなって、抜けるけん、はい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 、あくまで横にこう、あ、回す、うん、横だけ、で、あんまりこう、もうこれでこう綺麗にならんようなかったらもうやめた方がいいと思う。あ、これちなみに番手は、番手は240だけど、はい、もうちょっと400番とかでやってもいいかもしれん。あ、まあ、結構綺麗になるね、いけそうなる。まあ、こうパッと結構綺麗になるね、こんな感じで。はい、で、あんまりやりすぎると漏れるけどね、逆に。ああ、そうです、そこの、まあ、ガバガバになるってことですね。そうだね。で、まあ、こっちもまあ若干あんまり、まあ、ちょっと若干錆び取ったりするけん、そうっすよね、うん、タンク表面を整えるぐらい、あんまりやりすぎると良くないと思います、はい、まあこれまあ普通だったら交換だろうね。ピストンがやっぱり、特にピストンがあんまり良くないね、錆びて。はい、ではカップを組んでいきます。はい、このラバーグリス、ラバーグリスって何なんですか。ブレーキラバーグリス、こういうカップとかを組む時とか、あの、はい、シリンダー、ディスクのピストンを組む時とかに使う。うん、このね、ピンク色の色が半透明のこいつが、はい、歯磨き粉みたいですね。そう、こいつがいいんですよ。で、まずこれだけ、あの、可動部に全部塗って、そうだね、組むって感じですね。そうだね、もうこいつをね、グドグドにグドグドに塗るんですか。グドグドに塗ってください、まあ、はみ出るぐらい。あんまグドグド良くないんかな俺は結構塗りたい派なんだけど、やっぱり、まあ、足らんよりはって感じですよね。そうだね。で、これをこうはめると、カップを組んだら、あと、まあ、ここにも一応塗って、はい、ここにも塗って、こいつをかぶせると。で、ね、これがね、ぬるっととこ、手がぬるっとしてるだろう。ああ、滑るとですね。そうだよね。これの時も、4つ、うん、こんな感じでやっていきます。はい、はい、じゃあ次は、はい、こいつ綺麗にしていきたいと思います。ことこと、ここと、今もう全然吸ってないですよ、ほぼ吸ってない。そうですね、うん、では反対側も同じように組み付けてやっていきます、はい、で後ろやると、はいはいはい、それではフロントが終わったんで次はリアをやっていきたいと思います、はい、まずここを外す。リアはシューあるね、まだちょっとリア綺麗だね、これ思ったより綺麗ですね。これちょっと見てみようか。お、ああ、まあいけるね、こんぐらいだったら。持ってないですね。持ってなさそうだね。うん、お、垂れてこんけんね。ああ、いや、ダメだね、これ。いっとるわ。うん、こっちはいけとるけど、ここがもうこう出てくるのはもうダメだね。ダメですね。残念。これも左右やった方がいいね。左右やった方がいいですね。フロントと一緒なんで作業の映像はちょっと省いて、そうだね、一気にやりましょう、はい、はい。では本日の山場、はい、フロント終わった、リア終わった、はい、最後マスターです。こいつですね。山場なんか分からんけどね。これは中の部品を変えるみたいな感じですか。そうだね、オーバーホールキットが出てるんで、ちょっと開けてみようか。こいつですね。おー、
外してみましょう。結構来てますね。来とるよね。何もなければいいけど、外すときにボルトが折れたりとかね。はい、いい線それになったら今もうボルトが折れたら俺帰るよ今日。さすがにこれ放置して放置しておい、うわ、やばい。え、これパイプ噛んどるかもしれんね。この固着具合はね相当いじってないですか。相当いじってない。多分マスターは多分一回もやったことないんだと思う、これ。うわ、気持ち悪い。これダメかもしれん。パイプを変えんと、うん、パイプのなんか感覚的にはダメっぽいね。あ、どうにかいけたかな。ちょっと外してみんには何とも言えんけど。はぁ、やばい、マジで硬そうっすね。ぶち硬い。ボロ大丈夫これ。これはもう確実にやってないよ。40年間。ボロいっすね。これやりましょう。はい、これ見て、これ気持ちいいね。これゴムがすごい。まあでも40年か経ってそんなもんなんですね、やっぱり。で、こうが取って、これがこうだと。はい、はい、ちょっとドピュってあ、ちょっとドピュって出るじゃないですか。ドピュって。で、ここに多分ね、もう一個おるはずなんですけど。で、ここにオーリングがおるね。あ、ゴムありましたね。覚えとかないと。こうか。オッケー、胴が綺麗になりましたんで、はい、こいつを組み付けていきます。はい、カバーして、はい、で、あとは車台につけるだけ。つけるだけ。はい、じゃあ最後つけて、もうちょっとよ、もうちょっとよ。エア抜きして、完了ですね。やっていきましょう。よし、じゃあ踏みっぱ。はい、だいぶ抜けた。はい、もう一回。はい、はい、はい、あ、こんなもんだと思います。こっち OK かな。よし、はい、ちょっとテスト走行できましたね。テスト走行してみましょう。テスト走行ってちょっと向こう木があって入れんのですよ。大丈夫ですか。どうにかどうにか行ってみよう。ちょっとじゃあ向こうで待機してます。通れんやん。通れんすよ、木があって。どうするんですか。こう行こう。あっち、ほんまに危ないっすよ、こう。こう行こう。ほんまに行きます。ジムリーだけ大丈夫やろ。じゃあ、頑張ってくださいよ。え、俺？もちろん。絶対無理っすよこれ。一応確認させて。ちょっとこれ、え、ここ、これっすよこれ。いけるんかね。ほんまにいけますねこれ。無理かね。すごいっすよ、僕の感覚で言ったら無理。おもろい、ジムに。そう、
ブリ軽い、やっぱり。うわ、こんな登るん、うわ、すごい。一応あのトライアルやってましたもんね。いや、トライアルはほとんどやってない。トライアルじゃないか、あんなっていう。あ、まあ、タイムトライアルみたいなのやってた。レース、うん、うわ、ここやばいじゃん。すげえ。うわっうわ、もろおもろいっすか、マジ。嘘。うわ、すごい速い。え、ツーストぶち押さえたもんか、ちょっと全然違うっすね。軽さだね。ああ。ちょっとラインずれたら、はい、上で跳ねるけどラインずれるよ、ケツがね。バックした時こいつにぶち当たりそうで。いや、さっき若干タイヤ当たったっす。嘘。はい、ということで、はい、ジムにね、はい、久々に乗ったらぶちおもろい。おもろいですか。しかも SJ10 が思った以上におもろい、はい、軽いケースか、やっぱり軽い。パワーないはずなんですけどね。パワーないとかもう関係ないね。軽さっすか、なんかね、たまにおるよ、なんかその、はい、大会とか行ったら SJ30 で、はい、めっちゃうまい人、なんかパワーないはずなのにスイスイ行く人。ちょっと分かったもん。マジっすか。あ、なんかそういうことねみたいな。いや、なんか久々に乗ったらこれはね、おもろいわ。ハマりそうなんですか。なんかね、ちょっとなんかネオクラシックって言ったけど、はい、ほんまちゃんと走れる方向に来てなんかもう外見も大事なんだけど、はい、足っすか、やっぱ。いや、足というかね、何て言うんかな、分からんけど、ボディ剛性とか、うーん、パリッと走るようにしたいですか。いや、パリッとというか、なんかこう、なんかマジで、はい、めちゃめちゃ綺麗にしたら、はい、山走れんじゃん。あ、まあそういうことですね。確かにちょっと気兼ねになりますよね。そうなんよね。まあそれもいいんだけどね。ちょっと考えたいですね。ちょっと悩みどころ。そうですね。これはね、思った以上に面白い。ここにちょっともうちょっとコースを、はい、起伏のあるコース作りたいもん。 V 字とか。そういうこと。そうそうそう。いや、それ僕転ぶけやめてください。いやいや、 V 字とかあったら こういうのやないだけどね。あ、こういうところ、こう V にして、はいはいはい、グイグイ。あー、楽しそうですね。面白いよ。いやー、まあ、ジムニーはじゃあちょっと一旦整備は動くようにはなったんで、まあ、一旦ね、動くようになったんで、はい、ちょっとカスタムの方向性を考えつつ、うん、まあこいつはまあちょぼちょぼだと思うね。そうですね、うん、たまに出てくるみたいな感じで、はい、ちょいった感じでいきたいと思いますんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。すげえ登った。普通に行けた。普通に行けましたね、うん、これすごいよ。すごい、はい、ちょっとじゃあ洗って帰りましょう。洗って帰ろう。はい、おもろいわ、ジムに。